こんにちは、さくらです。今日は Steam 版 VTube Studio の基本的な使い方を紹介していきます。操作が苦手な人でもここだけ設定すれば大丈夫だと思います。また VTube Studio って何って人は以前の動画を見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは Steam で VTube Studio と検索して本体をダウンロードし起動します。画面左下に動くキャラクターが表示されますが、有料版にすることで表示されなくなります。 VTube Studio を起動すると初期アバターの明かりが表示されます。アバターの変更は画面左側の人型アイコンをクリックします。自分で用意したモデルを使いたい場合は画面左の自分のモデルをインポートをクリックします。あなたのライブ 2D モデルをこのフォルダーに保存してくださいと表示されるので、フォルダーを開くをクリックします。フォルダーが開いたら、用意したモデルファイルを入れてください。新しいモデルを選択すると、このモデルは VST パラメーターがない、オートセットアップを使いますかと表示されるので、自身の環境に合ったものを選んでください。カメラの設定をしていきます。ウェブカメラかスマホカメラで設定が違います。ウェブカメラの設定ですが、環境設定は自身のパソコンに合ったものを選んでください。それでは画面左側の歯車アイコンをクリックします。画面上のカメラアイコンをクリックします。こうすると右側に設定画面が表示されるので、カメラを選択するをクリックします。使いたいカメラを選択すると、解像度を選択してくださいと表示されるので、 1280×720 以上の解像度で瞬きやウィンクが可能になるので、この解像度にします。次にカメラのフレームレートを選択してくださいと表示されます。こちらは最低でも30以上に設定します。次にフォーマットを選択してくださいと表示されます。最高のフレームレートで動かしたいので、モーション JPEG を選択します。次に設定画面のトラッキング制度をクリックします。レベル5を選択します。次にカメラオンをクリックします。トラッキング画面が表示されるので、カリブレーションを行ったら消してください。これでウェブカメラの設定は終わりです。スマホカメラの設定をします。画面左側の歯車アイコンをクリックします。画面上の歯車アイコンをクリックします。そうすると右側に設定画面が表示されるので、スマホ接続設定をクリックします。スマホアプリの VTube Studio を起動します。アプリ版でもアイコンは一緒ですので、歯車アイコンをタップします。サーバーを探すをタップします。パソコン側の IP を表示させて、この IP を使うをタップしてから、パソコンと接続するをタップします。
トラッキングは自動で行ってくれますが、直したい場合はアプリ側のカメラアイコンの隣のアイコンをタップすると構成してくれます。これでスマホカメラの設定は終わりです。カメラの設定が終わったので背景画像を変えたいと思います。画面左側のピクチャーアイコンをクリックします。何種類あるので好きなのを選んでください。また VTube Studio はクロマキー合成をせずに透過出力をすることができます。先ほどの背景選択からカラーピクチャーを選び透過をオンにします。これを OBS に表示させるとクロマキー設定をしないで透過することができます。アイテムを使いたい場合は画面左側のピクチャーアイコンの隣の星アイコンをクリックします。アイテムが数種類表示されるので使いたいアイテムを選択します。アバターの位置のロックをしたいときは画面左側の黄色い鍵マークをクリックします。またアイテムのロックはその隣のマークをクリックします。以上で Steam 版 VTube Studio の基本的な使い方になります。背景でもカメラの設定をやってしまえば動きますので、この動画が何かの参考になればと思います。それじゃあまたね。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは私が思っていることや背景談をお伝えするチャンネルになります。よろしければチャンネル登録お願いします。